魚ね、とにかく重いんですよ。はい。多分同じサイズでもね、全然重さが違うと思うんですよね。あんまり魚が重いって感じたことないんですけど、高原さんの魚ね、妙に重いんですよね。身が多分たっぷり詰まってるんでしょうね。風強くなりました。まだ桜咲いてんですよ。はい。こっちの近くは全部葉っぱになっちゃったんですけど、ここはまだ桜が全然バリバリ咲いてますね。満開ですね。が咲いています。桜満開です。ルアーのカラーもピンクです。裏バイトポイントの12番ですけどね。はい、ずっと元向きですね。あ、水岸から、はい、ずっと来ると絶対バイトありますね。絶対釣れますね。恐ろしいぐらい釣りが簡単になっちゃいます。またいい方だと思いますね。これも重い。いや、裾野で体が慣れてるんで、あの腕とか手首とかってあんまり釣っても痛くならないんですけど、ここの魚は重いんで、なんか痛くなりそうな気配がありますね。明日あたりやばいかもしれませんね。明日も釣りだからな、大丈夫かな。そこそこでやめようかな。